チャビレディオ。さあ皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。私神奈川在住造園業ごめんなさい、神奈川在住ツリークレーマー CEO チャブリンでございます。まあ CEO といってもね、個人事業主なんですけどもね、という感じでね、今日もやっていきたいなというふうに思うんですけれども、今日はですね、皆さんどうですか。まあオープニングトークとしましては、雨がね、ゲリラ豪雨で結構なかなか大変な感じにはなってると思うんですけども、皆さん体調とかそういったことをね、まあ管理というかね、安全になさってくださいよということをね、お伝えしてね、いきたいと思うんですけどもね、まあ作業中にね、雨とかに見舞われなくてよかったかなというふうに思いまして、今日もね、まあ元ね、いた会社なんですけども、そこでね、お手伝いさせてもらうということで、無事に現場が、終わらせることができてよかったかなというふうに思うんですけどもね、そういう感じでどんどんまあ、お世話になってきたっていうか、前自分が頭張ってやってた分、要領がやっぱ分かって手伝うことができるっていうのでね、なかなかいいなというふうには思うんですけどもね、なんとなくこう自分の中でまあね、不器用っていうか、まああんまり微力ですけども力になれればなというふうには思うんですけどね。はい、そんな感じで、今日もね、やってまいりました。今日はね、草刈りじゃなくてね、刈り込み、あと剪定とかね、そういったことだったんですけどもね、それでもみんなでね、一生懸命作業ができてよかったかなというふうに、思います。でね、今日のテーマなんですけども、テーマというか、今日お話ししたいことはですね、YouTube でたまたま流れてきた、動画でですね、木梨憲武さんがレッドっていうなんかインタビューを受ける、なんかYouTube チャンネルに、インタビュー受けられてて、そこで、石橋貴明さんとのエピソードがあって、かっこいいなとかと思ってね、ちょっとね、それを話したいなというふうに思うんですけども、まあ、ことはですね、木梨憲武さんと石橋貴明さんっていうのは、まあ、高校から、もうコンビ組んで、テレビに出てね、お笑いスター誕生とか、そういうなんか僕がよく知らないような、そういうね、各週のトーナメント番組みたいな感じでこうね、まあ評価されて殿堂入りみたいな感じになって、それでもうお笑い界のスターだみたいな感じでこうね、若手でいきなりこうバーンってデビューしたっていう方だったらしいんですけども、ライブをね、したりとか、するのにですね、お金が必要だということで、なんかまあその時すでにお笑いスター誕生っていう番組に出られてて、もう活躍されてたみたいなんで、結構有名だったみたいなんですけど、それでもお金を稼ぐためにですね、ホストクラブとか、そういう新宿のね、クラブとかに行ってですね、ライブをしてね、要は営業ですよね。営業って僕らの言うお仕事の営業ではなくて、お笑い芸人さんとかがやられてるなんだっけ、大学のほら、文化祭っていうか、学芸祭とかさ、そういったところに行くような営業だったりとか、スーパーのね、イベントごとに、来られてる営業だったりとか、そういったところで漫才をしますよみたいな感じのね、営業ってあるじゃないですか。それです。で、それのイベントの営業で、まあ、自分たちの、まあ、お笑いを、やってたみたいで、で、なんかそのホストクラブのお兄さんと、あとお金を持ってる、お姉さんたちとをこうステージに立ってですね、そういう人たちに、まあ、芸を披露してたと、お笑いをね、披露してたということでですね、ありがとう、なんかこう受けたかどうか分かんなかったんですって。受けたかどうか分かんないようなリアクションで終わったと思って「ありがとうございました」って感じで去っていこうとしたらですね、ステージにまあそのお姉さんだったかな、なんかそのまあ見られてた方々ですね、その方々がですね、ステージに向かってこう砂利線を持ってこうバッてこう投げたらしいんですよ。バーってで、ジャラジャラジャラってこうステージにね、コインが、こう散らばるわけなんですよね。で、そしたらですね、そのお店の店長さんが「次ここのステージでバンドあるからさ、このステージきれいにしてってくんない?」っていう風にこう言われたらしいですね。で、それ木梨憲武さんが話してたんであれなんですけど、こう石橋貴明さんはもう奥の方にずんずん歩いていっちゃって、その小銭ばらまいてるのとか見てたけど、ずんずん歩いていっちゃって、で憲武さんがそれ言われて「あ、はい」みたいな感じで、バンドの人たちもあるしって感じで、こうやってね、砂利線を5円とか10円とか拾ってたらしいんですよ。こうやって拾ってて、あ、ステージにこんなところに挟まってるとかって言いながらこうなんかこうやってたらですね、奥のね石橋貴明さんがですね、のりたけさんにこういう風に言ったらしいんですよ。のりたけ、ダセえことすんじゃねえって言ったらしいんですよ。そう。ここがね、僕の中ではね、今日一、グッときた、話なんですけど、これはね、いろんなことに通じるかなというふうに思ってて、のりたけ、ダセえことすんじゃねえってこうって言ったらしいんですよね。だから、まあ、本当にね、後々もう、日本のバラエティ業界をこうね、牽引していく、うちの、お二人になるわけなんですけども、もう、石橋貴明さんが、実は結構いろんな活動をされてたりとかして、こう、まあ、ブレインというか、こう、トンネルズのキャプテンみたいな感じなんですね。でそれで、やっていく中で、もう石橋貴明さんはですね、まあ、テレビ業界で頑張っていくんで、これからテレビだって言って、そういう時代ですから。テレビだって言って、俺たちはこんなところでこういうことやってんじゃない、テレビで出なくちゃダメだっつって、マネジメントとかもしっかりこうしてね、目標高く持ってやられてたみたいなんですよね。そういったところで、俺たちはそういう風に、人に投げられた砂利線を、ステージの上で、こそこそ拾って、そういう風にヘラヘラしてんじゃねえっていうことを、なんか言ったらしいんですよね。で、もう一個は、まあ、その時のエピソードなんですけど、もう一個は、なんか新幹線で営業に行くときに、俺はグリーン車しか乗らないっつって、石橋貴明さんが、言っててですね。で、まあ、グリーン車でね、移動するってなったんですけども、自由席も指定席もガラガラで、で、全然人もいないもんですから、で、木梨憲武さんの頭の中では、これを、グリーン車の券を自由席に変えて差額分で、お弁当を買えるだろうっていうことで、お弁当食べたいなっていうので、そういう、計算式というか理論で、すいません、これ、グリーン車から、指定席の方に変えてもらえませんかっていうふうに言ったら、その時も、石橋貴明さんが、のりたけ、ダサいことすんじゃねえっつって言ったらしいんですよ。そう。俺たちは、グリーン車で行くのが当たり前なんだと。こういう風に、なんかこそこそしてやっていくようなタレントじゃねえんだ。芸人じゃねえんだ。芸人って言ってないらしいんですけどね。お笑いじゃねえんだ。つって。芸能人じゃねえんだ。つって。言ったらしいんですよね。そう。それで、グッと来てですね、僕も。いやー、素晴らしいなと思って、そのプロ意識。で、結果的に、トンネルズって、まあ、そのね、お笑い業界の天下取ったうちの一人じゃないですか。で、すげえなーとかっていうふうに思ってて、まあ何が言いたいかっていうとですね、まあ、お金の話だったりとか、仕事の話だったりとか、そういったことに繋がってくるわけで、まあ僕はツリークライミングをやらせてもらってるわけですから、結論から言うと、僕はね、独立したてで、まだまだペーペーです。まだまだペーペーなんですけど、仕事が欲しいあまりに、だったりですとか、もう日銭が欲しいあまりに、こうね、自分の、クライミング技術、大変じゃないですか。命かかってるし、ロープも高いし、道具も高いし、勉強する機会も高いしね。そう、機会っていうのはチャンスって意味ね。そういったところもやっぱりしっかりみんな時間割いて受けてて、知識を身につけてね、一つの、特殊能力として、身につけてるわけなんですね。それをですね、やっぱ日銭が欲しさにとか、ちょっと仕事欲しさにっていうところで、値引きだったりとか、そういったことしちゃダメだなと思って。そう。もっと、プライドを持って、やんなきゃダメなんだろうな、っていうふうに僕はすごい思いました。うん。その時にね、心のね、中で、僕にですね、石橋貴明さんがですね、こう言ってくれると思うんですよね。チャブリン、ダセえことすんじゃねえっつって。そう。だから、いや、じゃあもうちょっとお安くしますよ、とか、そういったことじゃなくて、職人のね、スキル、あと技術。まあ、同じこと言いましたけど、まあね、価値観だったりとか、そういったことがあると思います。うん。もうちょっとお安くならないっていうことももちろんね、あるかと思うんですけども、でも、それだったら、いや、他の業者さんに頼んでくださいって言えるように、自分のプライドと持つっていうのはすごい大事なんだなというふうに思いました。うん。やっぱり自分が目指すべきところだったりとか、自分の、これから、成し遂げたいことに対してですね、その時になったら、その時のプライドを持つんじゃなくて、プライドとか思いっていうのは、その前に持つことができるから、ね。だから、そこだけでも、まあ、最初は鼻で笑われるかもしれないけど、そこはちょっと頑張って、高くしていかなきゃいけないんだなというふうに思ったっていう石橋貴明さんと木梨憲武さんのエピソードでございました。いやー、本当にプライドって大事ですよね。自分もね、本当にこれから、プライド持ってね、頑張ってやっていきたいなというふうに思いますし、まあ、仕事とかね、いろんな値段を決めるようなこととか、いろいろそういったところもあるじゃないですか。やるやらないとか、できるできないは違うかもしれないけど、安請け合いすると、やっぱり僕もサラリーマン時代というか、やらせてもらってた時は、やっぱり逼迫して、しんどい思いをしたこともあるし、無理して、職人さんとかそういった仲間とか、社員の人たちとか、いろんな人たちに迷惑もかけたことあるし、やっぱりできるからって、やるんじゃなくて、やっぱりプライド持って、もうそういうプライスにもプライド持って、だからこそ、身なりだったりとか、立ち居振る舞いっていうところも、変わってくるやろうし、普段のね、仕事してる最中の、元気だったりとか、そういったこととかっていうところも必要になってきたりとか、コミュニケーション能力も必要になってきたりとかするだろうし、忙しくなればなるほど、真剣になればなるほど、そういったところも研ぎ澄まされていって、なってくるんかなっていうふうにやっぱ思うんで、そういったところをね、もう一回、底上げしなくちゃいけないなーっていうふうに、石橋貴明さんと木梨憲武さんのエピソードを聞いて思った次第でございます。はい。みんなも一緒にね、それぞれの、名前があると思いますけども、ダサいことすんなってこうね、ダサいことすんなってこうね、言われてるように思いながらですね、日々、己に向き合っていってみてはいかがでしょうかということでね、今回のラジオを終了させていただきたいと思います。このラジオは平日の月曜日から金曜日の朝6時から、YouTube チャンネルでこのラジオ形式で、放送しておりますので、よろしければコメント、チャンネル登録、グッドボタンぜひよろしくお願いします。また、概要欄にあるインスタグラムにですね、メッセージ、お送りしていただきますとですね、質問だったり相談だったりとか、話してほしいテーマだったりとか、気になってることとか、何でもいいです。僕のこと紹介してくださいとか何でもいいんですけど、たかだか、735人の、この YouTube チャンネルの、チャンネル登録者数でございますけれども、本当にね、温かい皆様に、いろんなね、情報だったりとか、そういったものをね、お届けできたらなというふうに思ってますんで、ラジオっていうのは、毎日、ほぼほぼ毎日、放送してるものだけであって、他はですね、クライミングだったりとか、草刈りだったりとかっていうね、動画っていうのも上がりますんで、ラジオのチャンネルじゃないんでね、これは別に。はい。なので、他の動画もね、お楽しみに待っていただけたらなというふうに、思っている所存でございます。はい。それではまたね、次のラジオで、お会いできたらなというふうに、思っております。それではまた、皆さんもね、元気に、また次のラジオでお会いしましょう。次の日まで、レッツゲロン、さよなら。ノリだけ、ダサいことするんじゃねえ。See you.